皆さん、こん、ばんは。マーティン、大ム役場、金太です。安倍晋三内閣総理大臣がお亡くなりになられまして、まあ、ごめん、不幸におしますが、はい。実は、まだ残った課題があるんです。まずは、拉致被害者の問題がどうなるか、そこが課題でございます、一番は。はい。ああ、日本に帰ってほしいですね、はい。横山めぐみさんという方ですね、はい。あとは、まあ、森友学園と家計問題がそこ問題でございますね。あの、 安倍総理大臣が残したその問題です。はい。まだ色々問題あります。あとは新型コロナです。今後の対策もどうなるかがそこも問題でございます。何とも言えない状況ではございます。東京都もそうです。すべてにおいて休暇ぐらいしております。はい。あとはまだの問題としてはいろいろあるけどもね。はい。新型コロナワクチンもそうです。はい。あとアベノマスクの件もどうなるか。 もう廃棄処分するかどうかリサイクルショップで売った方が一番いい間違いないと思うけどね、わからへんね、はい。残された課題はまだ山積みでございますからね、はい。まあ、そうですね、はい。森友学園の問題もそうですし、加け学園ですね、はい。大変なもんでございます、はい。以上です、バイバイ。